小倉優子、旅先で知り合った家族とスキー、プール、卓球。優子凛と出会えるなんて羨ましい。タレント小倉優子、40が31日までにインスタグラムを更新。北海道旅行での新たな出会いを明かした。小倉は、今回の北海道では、長男がスキー教室で仲良くなった男の子のご家族といろいろとご一緒させていただきました。食事、スキー、プール、卓球家族だけだった旅行が賑やかになり、より楽しい旅行になりました。大阪のご家族の方だったのですが、また、東京か大阪でお会いできますように素敵な出会いもあり、思い出がたくさんできた旅行になりました。と、旅先で新たな出会いがあったことを報告し、食事の様子をアップした。この投稿に、フォロワーからは、子供が仲良くなった先の家族が、優子凛家族だったらビビる。かっこ笑い。優子凛と出会えるなんて羨ましい。子供通じての出会い嬉しいですよね。楽しい思い出になりましたね、などのコメントが寄せられた。